犬飼駅は大分県文豪の市犬飼町下津尾にある九州旅客鉄道法被本線の駅である。かつては急行、火の山が停車していた。漫画、デトロイトメダルシティに作者及び主人公の出身地の駅として登場しており、2008年に実写映画化された際にはロケも行われた。駅の東側に駅舎があり、島式ホーム一面二線を有する地上駅。 古くからの木造駅舎は撤去され、現在は鉄骨造りの駅舎へと改築されている。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。かつては JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅だったが、2014年7月1日から駅員の配置がなくなり無人駅となった。自動券売機が設置されている。駅のすぐ東側を大野川が、 線路に並行する形で流れ、川向こうでは国道10号が並行している。南側へ700メートルほど歩くと、旧犬会町の中心部に到達する。川向こうへ渡るには、旧犬会町中心部まで移動する必要がある。大野畜電バスの犬会駅バス停留所があり、旧犬会町行き各地や文豪の市中心部などへ運行している。 なお、犬会町中心部から橋を渡ったところにある国道15号上の犬会区原バス停には、大分バスが運行する大分市武田市、薄木市の土地区、佐伯市間のバス、九州参考バスと共同運行する熊本市への高速バス、山彦号が発着する。ありがとうございます。